しました。富士通店の坂上と申します。今日発表する内容なんですけど、2月の確か7、8日の、東京の、お台場で AGL オールメンバーミーティングがあって、でそこで、Linux で、車の車載通信の CAN を使った、デモンストレーションをやりました。で、その時なんですけど、デモ作るのは2日間ぐらいでお金作ったやつを持ち込んだんですけど、で発表の資料も前日までかかって、作ってもしてたんですけど、発表する会場入って準備して、でいざ発表ってなった時に富士通の江藤さんがちょうど来られてて、でその江藤さんの顔を見た瞬間にセリフとか全て忘れてしまって何が発表したか覚えてないぐらい緊張してしまって、すごいちょっと苦い思い出があるんですけど、まあ、今日はちょっと日本語なので、そんなに緊張せずにちょっと喋りたいと思います。まずはじめに簡単に自己紹介なんですけど、私、富士通店の草壁と申します。富士通店は2005年に入社して、車載のソフトをずっと作ってました。で最初は、16ビットルネサスさんの18S っていう電源マイクロンとか、あとラジオのチューナーとかやってる、マイクロアイトロンすら乗ってない自作製の OS が乗ってるすごいコンタクトのマイクロンでものを作ってて、でそれから、パナソニックさんのユニフェを使ったマイクロアイトのシステムに移行して、でそれから Linux のシステムを2011年からやり始めました。で確か、AGL と呼ばれている Linux Foundation の社債の Linux プロジェクトが2012年から始まっていると思うんですけど、そこも、2012年の設立当初から入っています。で今は主に、SOC メーカーが出てきた、BSD のコーディングとかカスタマイズとか、あと、セキュリティパッチのアップデートとか、そういうオープンソース関係の全般の仕事をしています。で、今日のアジェンダなんですけど、まず簡単に CAN っていうのがどういう、ものなのか紹介と、今 Linux で CAN がどうやって使えるかっていうのと、AGL でどういうことをやってるかっていうのを簡単に紹介したいと思います。で、まずはじめに、CAN なんですけど、CAN って車で使われてるプロトコルって、標準と特徴って2種類あるんですけど、一般的には標準の方が多くて、なんでかっていうと、大きな自動車メーカーさんが採用してるからっていう理由なんですけど、で、どういう規格かっていうと、まず、データラインはデータのプラスとマイナス、基本的にはこの2本の信号線です。で、スピードは 500kbps。で、CAN ID っていうのがあって、これが ID の識別子になってるんですけど、これが11ビットで、000から MAX、7FF まで使えるようになってます。で、データサイズが、例えばデータがない CAN ID ってもあったりもするんですけど、なんで0バイトから MAX 8バイトになってます。で、ここが結構問題で、500kbps で速度はそんなに速くないんですけど、このデータサイズが小さいので、オーバーネットというか、ID のやり取りに伴ったオーバーネットというのは結構多くて、その、例えば TCP/IP みたいな大きなパケットサイズとかと違うので、この小さいデータサイズの、CAN のデータを扱うのっていうのはちょっと難しかったりもします。で、次は、車によってもこれちょっと違うんですけど、キャンバスの負荷、大体どのぐらい信号が流れるかっていうのが、車によってバラバラなんですけど、多い車だと大体 75% ぐらい、500kbps の 75% ぐらい、キャンバスの負荷っていうのがかかったりします。で、続いてなんですけど、Linux カーネルって実はこの CAN っていうのはサポートが、だいぶ前からされてて、確か 2.6.25 ぐらいだったと思うんですけど、から CAN のサポートっていうのは実はされてます。で、インターフェースとしては、ネットワークと同じソケットでアクセスっていうのがあってて、ソケット CAN って呼ばれてるんですけど、アプリケーションから見るとソケットを介して、アクセスできるようになってます。で、実際使うときなんですけど、
これカーネルの中のドキュメントを切り出してきてるやつなんですけど、この、CAN の CAN 関係のコンフィグレーション、このカーネルのコンフィグレーションを有効にすると、CAN のデバイスが見えるようになるので、使うときにはこの CAN の、コンフィグレーションを有効にします。で、これはですね、カーネルの設定はさっきのコンフィグレーションを有効にすると CAN のデバイスが見えるようになるんですけど、ユーザーランド側は、オープンソースで CAN のツールっていうのが公開されていて、これがですねこれ GitHub で公開されてるんですけど、ここの CAN のツールを使うことによって CAN の送信だったりとか受信っていうのが、プログラムを組まなくてもこれをビルドするだけでできるようになります。確かこれってフォルクスワーゲンが作ったんだっけ。確か、もともとはボッシュが、ボッシュが作ってフォルクスワーゲンがメンテしてるようなふうに見えますね。で、これが、さっきの、オープンソースとビルドしてできる CAN send っていう、コマンドがあるんですけど、この CAN send ってやつを使って、これ一例なんですけど、CAN send のソフトを使って CAN0 っていう CAN のハードウェアのデバイスに、ID333 という ID の33というデータを送るっていう、送ります。これで、CAN の送信が簡単にできます。で受信側は、この CAN ダンプってソフトを使います。 CAN ダンプって、CAN のデバイス名を指定してあげると、これ実際受けてるデータ表示させてるんですけど、こういう形で、CAN0 から例えば ID344 の、8バイトのデータ、これですねを受信したっていうように簡単に、その受信の確認ができるようになってます。で、HCL って、CAN をサポートしてるって言ってるんですけど、まあ、ちょっといろいろあるんですけど、昔の、これフレームワークになるんですけど、昔は、オートモーティブメッセージブローカーって、Tizenのところからある、モジュールがあって、でそれを、去年までは HCL は使ってました。で、僕が発表したときは、まだ新しいフレームワークの移行が終わってなかったので、この AMD ベースでものを動かしたんですけど、今、新しいフレームワークっていうのが、ありまして、ですね、ちょっと名前がややこしいんですけど、AFB っていうのが、今新しい、AGL 側のフレームワークがあります。で、今これで CAN の信号を受けれると作って、今日デモしようと思ったんですけど、昨日夜遅くまで頑張ってデバッグしてたんですけど、ちょっとまだ 動かなくて、パワーダンプする時があってですね、今日はちょっとこれでは動かせないんですけど、違う人とデモを見せたいと思います。で、もともと新しいフレームワークも古いフレームワークもそうなんですけど、CAN の対応してるとは言ってるんですけど、さっき言ったように CAN って、500kbps といえども小さいパケットサイズのデータがいっぱい上がってくるので、そこの処理をうまいことしないと結構 CPU 負荷が高いんですね。で、今我々が作ってるのは CAN のプラグインっていうのを1個作ってるんですけど、何かっていうと、ソケット CAN から上がってくる CAN のデータなんですけど、フィルタリングする機能っていうのが実は用意されてます。で、これは何のフィルタリングかっていうと、CAN の ID 見て、不要なやつは下のレイヤーで、受信しないようにする設定があるので、まずその CAN のフィルタリング機能っていうのをつけてます。で、もう一つは、CAN の、ID とか、まあ、データによっていろいろあるんですけど、例えば20ミリ周期とかでデータが上に上がってくるんですけど、アプリから見ると20ミリ周期でデータを受ける必要がなかったりもするので、例えば、この ID だったら20ミリ周期のやつを例えば100ミリとか1秒とかそういう、マビック処理っていうのを入れてます。それの2つ、フィルタリングとマビック処理を入れたやつを今 CAN ロープラグインでは作って、でそれを、これは今古い
ラットフォーム ANB って呼んでるんですけど、古いプラットフォームと新しいプラットフォーム向けに今移植をしています。で、今回持ってきたボードはルネサスさんの RKM2 のポーターボードってボードを使ってるんですけど、これなんで僕これ使ってるかっていうと、 CAN のハードウェアインターフェースっていうのが付いてるんですね。ちょっと見づらいんですけど、ここに CAN の、ハイとローの、本当に物理のハードウェアインターフェースが付いてて、それを使いたいからこのボードを使ってます。で、今回はちょっと M3 は動かしてないので、ちょっと今日は持ってきてないです、すみません。で、実際、対抗機を M2 と M2 をつなげば CAN のハードウェア同士つなぐことができるんですけど、ちょっとそれは手間なので、もう一個簡単に CAN が使えるハードウェアっていうのがあって、 CAN USB っていうのがあります。で、これは何かというと、USB をボードにつなぐと中に、USB-C での変換チップが入っていて、USB 経由で CAN の、信号アクセスできるようになってます。これ結構ドキュメントしっかり書いてあるので、この CAN USB 自体は、確か1万5000円ぐらいだと思うんですけど、これを買えば、ここに書いてある配線、120オームの抵抗をここ終端でこうつけてあげる必要があるんですけど、それをつけてあげれば、もし車の CAN の配線が分かれば車につないで CAN のデータを見ることもこれでできます。ただ、配線はちょっとなかなか機密情報なので出回ってないと思うんですけど、で、例えば OBD2 っていう、工場向けの、なんていうんですかね、カプラーつけるところがあるんですけど、ああいうところにつないで見ることも実はできます。で、実際、動かした手順なんですけど、まずさっき言った CAN のカーネのコンフィグレーションを有効にするのと、CAN USB を使う場合は、この SL CAN とシリアルの、FTDI の変換チップのコンフィグレーションを有効にします。で、ユーザーランド側はさっき言った CAN の UTPS と、あと IP の設定用のツールを入れます。で、実際使うときには、この IP コマンドを叩いてあげて、CAN のネットワークデバイスを有効にします。で、これが、その AMM の時にミストのデモの一例なんですけど、左側がルネサスさんのポーターボードで、こっちに AMB とか、あと AGF で使ってるデモのソフトっていうのを動かしました。で、右側はルネサスさんの新しい、M3 のボードなんですけど、それにこの CAN USB をつないでて、でここに、スピードだったりとかブレーキだったりとかギアアップとかギアダウンの信号をこのスレッズのコントローラー使って入力して、でここで、CAN の信号をいろいろ変換して、この CAN USB 経由でポーターにつないで、でポーターがこの本当の CAN のインターフェース経由で、信号を取るっていうのを作りました。で、簡単にちょっとお見せしたいと思うんですけど、まず、まず、CAN0 っていうのが、本当の、M2 のポーターについている CAN のハードウェアのインターフェースです。それの、ボーレート設定して、
IP コマンドで、アップさせると CAN の制御が有効になります。で SLCAND っていうのが、CAN USB 向けなんで、シリアルとして見えてるんで、PTY の USB0 を有効にしてでアップさせます。でそうすると、CAN0 と、この SLCAN0 っていうのが、CAN USB なんですけど、この2つが、ネットワークのデバイスとして見えるようになります。でちょっと簡単になんですけど、CAN0 これで、CAN ダンプのコマンド使って CAN0 ポーター側の CAN の USB の受信する設定を今、設定をしました。これに対してキャンセンドコマンドで SL キャン0、これが USB、キャン USB です。で ID123 の、例えばデータを45でやると、受信側でキャン0が、123というデータの、ID が123というデータのID が123のデータが45っていうデータが受信できるっていうのが、簡単に確認できます。でこれはもう、自分でプログラム組まなくてもカーネルのコンフィギュレーションを有効にしてリビルドして、であとはその翌日をビルドするときにさっきのオープンソースのツールを入れてビルドするだけで自分でメイクしなくてもここまでできるようになってるので、すごいいろいろなんていうんですか、キャンってカーネルで使えるようになってるんだなってちょっと思いました。でこれ以外にもいろいろ実はデバッグする機能っていうのが用意されていて、例えばなんですけど、これ何してるかっていうと、キャンプレイヤーっていうツールがさっきのオープンソースの中に含まれてるんですけど、CAN ログっていうあらかじめ車から取得してるデータっていうのを、再生させることができます。なので、車から例えばデータを取ってきて、この CAN プレイヤーを使えばこういう形で、簡単にその車と同じ CAN の信号っていうのを、なんていうのかな、シミュレーターとして再生してデバッグすることができます。で例えば CAN ってベクターとか、他の会社がいろんなツール出してるんですけど、例えば200万とか結構いい値段するんですね。で、それは GUI がいろいろついてるっていうのもあるんですけど、ただそういうツールがなくても僕らがやってるようなところって結構 下のレイヤーだとこのキャンプレイヤーとかでも結構足りることもあるので、結構そういうオープンソースを使ってなんだろう、ツールのコストを下げるっていうのも結構簡単にできるんじゃないかなって今回思いました。で今回、これちょっと古いデータになってしまうんですけど、実際にその AGL 条文で AMD っていう古いフレームワークを動かした時に、測定したデータなんですけど、ID の数を、124、もともと入ってきたやつを40まで絞って、で、最小の、上位に上げる周期のタイミングを100ミリまで下げたソフトを使って測ったんですけど、CAN のキャンバスの負荷、43% なので、だいたい4割ぐらいの負荷の時に、1秒間にユーザーランドに上がってくるデータって2000ちょっとです。でその時の CPU の負荷っていうのが、AMD とこれ EBUS デーモンなんですけど合わせるとクォーターで 86% 使ってるので、なのでこれは実際の車載で使えるかって言ったら、ちょっとここまで CAN のパワー取られちゃうと他のアプリが動かないんで、残念ながら使えないっていう結論です。でこれが例えば 50% まで負荷を上げるとどうなるかっていうと、データをロストしてしまって、欲しいデータがシーケンスが取れないっていうのが分かりました。なので、これはちょっと古いフレームワークなんですけど、これを今新しい、さっき紹介した AFB と言われてる、新しいフレームワークに今移植してて、
これで、もう一回 CPU 負荷測定してみて、次回の、5月末の ALS のイベントがあるので、その時に、CPU 負荷とか、まあ、いろいろ測った結果っていうのを紹介しようかなと思ってます。で、ただ、CAN のデータって、なんていうんですかね、その、かなり機密情報なので、みんなで議論ができないんですね。で、今どうしようとしてるかというと、IoT ビズがやってるかどうかちょっとあんまり分かってないんですけど、OpenXC って呼ばれてる、もともとフォードが立ち上げたプロジェクトだと思うんですけど、社債向けの、オープンの API を作ろうっていうプロジェクトの中で、CAN のデータの、CAN のパブリックなデータの提供しようっていう動きがあって、あります。で、それが、まあ、こんだけしかないんですけど、例えば、こういう、ハンドルの情報だったりとか、まあ、スピードの情報とか、まあ、こういうのをパブリックで定義して使いましょうっていうのがあって、で、それを AGL を今使おうとしていて、で、IoT ビズの GitHub の方には、どうもその辺の、OpenXC 対応のやつが入ってるみたいなので、その辺を IoT ビズといろいろ連携取りながら、パブリックな、CAN のデータを使って誰でも、なんていうんですかね、CAN のデータを使ってこういう測定ができるような環境っていうのを今できないかなと考えてます。でただなかなかですね、僕も量産が忙しかったりとかもして、 AGL の活動になかなか最近参加できてなくて、でさっきちょっとメール見て気づいたんですけど、先週の、AGL っていろんなエキスパートグループが分かれてて、でこの CAN だとコネクティビティっていうエキスパートグループがあるんですけど、そこ見ると IoT ビズがどうもいろいろ CAN を作ってて、なんか3月末に出すっていうのを見つけてですね、なんでちょっと作業がかぶってるところもあるので、ちょっとそこはちょっと IoT ビズと話さないといけないかなと思ってるんですけど、なんで、ちょっと量産で、抜けてしまうと、ちょっと歯にもなってしまうんで、その辺をちょっと、時間を取って見ないと、ちょっとまずいなって最近思ってます。すいません、ちょっといろいろと飛び込みになってしまったんですけど、なので、次回5月末に、またオートモーティブのイベントがあるので、まあ、それはちょっと LinuxCon と日がかぶっているので、LinuxCon 参加するついでにもし時間があれば、ぜひオートモーティブの方も参加いただければ、今回これアップデートしたやつも発表しようと思っているので、また機会があれば見に来ていただければなと思います。何か質問事項があればお願いします。すみません、はい、割り込みって1メッセージが届くと1割り込みが上がってくるような感じ、ハードからは、ハードからはそうです。そうすると結構その全体で11ビットくらいで、はい、まあ、結構な頻度で割り込みが上がってくるんですけど、あ、ごめんなさい、1メッセージから言うと 1ID 分ですね。1ID の中に複数のデータが入ることもある。1ID のデータ帳って0バイトから8バイトまでなんですね、はい、それが1個のプロトコルというかパケットの単位になっているので、パケットの単位で割り込みが上がってきちゃうわけです、ね、そうですそうです。じゃあそうすると割り込みの数自体がすごい多くて、だからネットワークのデバイスとかも多分そうだと思うんですけど、例えば64バイトのショートパケットごとに、割り込みが上がってきてしまうと、せっかく10ギガのインターフェースがあってもカーネル側では受け取れないみたいな問題があったはずで、実際の CAN の、 その僕らの車の製品のユースケースっていうか、まあ、仕様でいうと CAN マイコンっていうのが実際別にあったりとかして、うん、でその CAN マイコンってハードウェアが必要ない ID のフィルタリングする機能が入ってるんですね、うん、で実はそれ M2 にも入ってるんですよ、うん、M2 の CAN の IP もそれ入ってるんですけど、カーネルのドライバーが
その対応が入ってないので、うん、さっきの CAN ID のフィルタリングやっても、うん、受信し、ソフトウェアが受信してそこでフィルタリングかけて、ユーザーランドに上げるかどうかっていうフィルタリングしかしてなくて、うん、ハードウェアのフィルタリングが入ってないんで、うん、ちょっとその辺を入れたいなと思ってるんですけど、そういうの入れると CD のロードはもっと下がる、もっと下がる、ちょっとあのロードだときついですよね。たいなと思ってるんですけど、なかなか時間も限られてるんでできへんなっていうのが悩みですね。なんかネットワークのドライバーだと、ポケットを受け取った後にしばらくの間だけフォーリングをして、でその後また割り込み待ちに入るみたいな、そういう、ショートパケットがバンバンくれるような状況では、そういうことをして割り込みの数自体を、受け取る割り込みの数自体を減らすみたいなことをしている人を思うから、またそれみたいなことを思って、なんか同じように動画を下げるみたいなことができないのかなというのをちょっと見て思いました。多分似たような問題がネットワークのデバイスにもあるのかな。今僕が見たやつは 3.10 のカーネルバージョンなんで、 4.9 とかちょっとなんか少しは変わってるかもしれないですけど、200万もう一回まだ入ってない、フィルターも追加するからね。何か他ありますでしょうか。はい、さっき見たのはそのステーリングウィールのエンドは 10Hz で書いてある。そう、僕 MAX 1秒10回それは本当ですか？だから私ももっともっと細かいがいいと思ったんですけど。すいません、これ僕もあまり詳しくなくて、OpenXC 使ってるってあんまり聞いたことがなくてですね、なのでこれがこのデータの定義がいいかっていうのもやっていかないと、ちょっと実際に車の CAN の情報には近づかないかなと思って。で今その実際自動車メーカーさんがどこまでやってくれるかちょっとあれですけど、 AGL でそのパブリックキャンドデータ作りたいって話は上げてて、で AGL の中で、コックピットアーキテクチャーチームっていう自動車メーカーだけの集まってるエキスパートグループがあるんですね。でそこでこの CAN の、定義、 AGL でパブリックで使える CAN の定義っていうのをやろうって動きは出ているので、多分そういうところでこういう、まあ、OpenXC ベースとかどうか分かんないですけど、ちゃんとした車に実車に近い CAN のデータを提示するという動きが今あります。あとすみません、多分分かんないけど、そのフォーミュラ1の中のセンサーいっぱいあるとか、それも CAN使ってる最後の違うのに不満どうですか？不満ってキャン使ってるんですか？すいません、ちょっとあんまり詳しくなくて、そこは自動車メーカーさんに聞いたなんか機械がこれ聞いてる。他はじゃあよろしいですかね。はい、じゃあありがとうございました。